身長美容医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。ということですね、本日ねズバリなんですけどお話しさせていただくのはこちらってことです。じゃじゃーんってことですね、こちらですよってことですね。出版がねまあついに決まりましたっていうところで、まあ、先日ね出版記念の最終身長予測ってことで、こちらの本ですね Amazon でご予約いただいた方限定に最終身長予測をさせていただくってことで多くの応募ありがとうございました。あとまた同時にですねインスタグラムの方でもですね、こちらの方ね予約いただいた方の DM の質問にストーリーで答えるという企画もまた引き続きやってますので、こちらの方ねぜひご予約いただいて最終身長予測したり質問ね私にしてみたりだとかそういったことをしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。早速ですね今日はですねこちらの方ですね、まあすごい身長伸ばし方ってことですね、1万5000人のデータに基づいたということで、こちらの本ですね出版ね角川から2月22日ですね、するんですけども、まあ、この内容をね簡単にまず皆さんにこのね動画を通してお伝えさせていただきたいと思います。よろしいでしょうかと。でまあね出版のねこれを通してねぜひね皆さんに購入していただいて身長伸ばすのに役立ててほしいなというところになります。まず初めにってことで書いてありますね。ですね、本書は身長のことで悩んでいる皆さんのための本ですってことですね。ということで、まあ、ズバリなんですけどこれはねこの本は、まあ、身長伸ばしたい人をぜひね読んでくださいっていうような本になってます。まあ当たり前なんだけど、まあ、そういった本ということで、まあ、YouTube 見ていただいている方はそこら辺でもご存知だと思うんですけど、まあ、身長伸ばすメソッドってかなりたくさんありますので、まあ、それでこの190ページにね濃縮して、皆さんにお伝えさせていただいている本になりますね。価格は1500円に税別ですので、まあ、1650円でねこちらの方ご購入いただけるような形になっていくと思います。でまず、第1章第2章第3章第4章、というふうにあるんですけど、まず第1章が成長についての全く新しい考え方の提案というような形になってきます。でこちらの章ではですね、まあ、私がまあいつもお伝えしている内容なんですけども、まあ、どうすれば身長が伸びるかとか、そもそも身長ってそういうふうにして、まあ、外的な要因いわゆる遺伝じゃなくて他の要素でもね変えられるんだよってところね、そういったところを皆さんに説明したりをしています。あと結構皆さん多いのがいわゆる高校生になってからぐんぐん伸びるというふうに結構思ってる方も多いんですけど、まあ、物のデータというか統計学を用いてみると男の子の場合16歳0ヶ月か約2センチ程度しか伸びないというところで、まあ、意外と伸びないんですよとかね、そういったところをお話しさせていただいたりだとか、まあ、それこそですねできるだけ身長伸ばしたいとか早くねそういうふうなことを捉える必要があるとか、身長が伸びるということはつまり骨が伸びるということなんですけども、どこの骨が伸びてるのかとかですね、あとは、まあ、グラフを用いてですけども、まあ、積分値を通してですねどういうふうな身長を伸ばすことができるかとか、そういったもう少し科学的なところを説明したりとか、そういったところになってきますと。あとはねいつも皆さんお伝えして成長シートの方ですね、まあ、成長シートの方ね公式の方に行っていただいてもダウンロードできるんですけど、こちらの方ねこういうふうにこうですね付録として付いてますので、まあ、こういったのも実際見ながらですね成長シートを使いながらお子さんの最終身長が分かるような形になっています。まあ、第一章を通してですね、まあ、大体どういうふうな形で身長が伸びるのかとか、まあ、身長伸びる仕組みだったりだとか、そういったところを皆さんに復習していただくような形になります。そしてまあ Q&A ということで Q&A の項目が何個かあるんですけど、じゃあ Q&A ピックアップしてちょっと答えていきたいと思いますので、まあ、少しね見ていきたいと思いますということで、骨端線が閉じてしまうと身長全く伸びないですかって質問です。まあ、Q&A、まあ、身長先生に聞けばよくやってるようなタイプの内容ですねということですね。で骨端線が閉じてしまうと身長全く伸びないのですかとかね、これももう本当にね本当よくある質問なんだけども、まずはベースとしてはまずは、ね、基本的にまずね骨端線が閉じると伸びないよって説明でいいと思います。ただ大事なのは骨端線とは結構いろんなところにあるんだよってことですね。で全身の骨端線が閉じてればそれも身長伸びないよって説明になります。例えば手のレントゲンですね、手のレントゲンを取った時に骨端線が閉じた状態であればそこからですね、まあ、大体約2センチぐらいだったら伸びるでしょうというところが答えになってくるので、まあね、手のレントゲンの骨端線閉じたからといってもう完全に諦める必要はないよと。ただまあ非常にね終盤であることは間違いないですね、そこも注意する必要があるでしょうとかですね、全身の骨端線をできれば確認するとより一層ねそういった骨端線が閉じると身長伸びるのか、という質問に答えるのに適切だと思います。次の Q&A ですね、思春期の声変わりがいつ頃だったかよく分かりません、何か目安がありますかとかですね、このね思春期の問題に関しては、まあ、結構難しいですよね。まずそもそも、ね、思春期っていうのは、まあ、男の子であればおちんちんに毛が生えてくるとか、それこそ声変わりするとかひげが生えてくるとか、そういったところ、女の子であれば、ね、お胸が膨らんでくるとか、そういった時期ですね。でそこを経てですね、まあ、いわゆる第二次成長期ってところに入っていきます。例えばね男の子だと早い子だと12歳未満ぐらいで入ってくるということで、まあ、12歳未満でそういったところが始まってくると、いわゆるねちょっと早熟だねってところで最終身長少し低くなるかもしれないから注意してねということのところになります。まあ、そういった意味ですね、まあ、春期が始まったいわゆる声変わりをしたかどうかのタイミングってすごくね見極めるのは難しいんですけども、基本的にはですね、まあ、声変わりに関して言うと、まあ、声がかすれ始めた時期っていうのはすごく重要になってきます。声がね低くなるっていうのはどういうことかというと、まずは脳みそから、まあ、性腺の刺激ホルモンっていうのが出てきます。それが、まあ、精巣に働いてそこから男性ホルモンのテストステロンが実際に出てきます。でそのテストステロンがこういったね脳に働いてでだんだん声が低くなっていくっていうところで、まあ、簡単に言うと意外とそういった声変わりをしてきた時期っていうのは春期でも超初めの方じゃなくて
いわゆる少し成熟が始まってきた時期だってことを意味します。なので、まあ、基本的に声が低くなったとかではなくて、もうすでにかすれた時期がすごく重要になってくるので、あれなんか最近ちょっとね声変わりしたとか、というよりなんか風邪ひいちゃったのかなとか思うような、最初のスタートが多いです。で、まあ、さらになんですけど、声変わりに関しては結構ねご両親の方はですね、まあ、毎日いつも、お子様と一緒にいらっしゃいます。なかなか、ね、そこ判別つかないパターンも多いので、まあ、そこはね、まあ、周りの方の、普段会ってない人の意見も聞いてみるとか、そういったのも参考になるかもしれません。次、Q&A とかですね、声変わりが遅くて子供も親も気にしていました、ですが晩熟なのは身長とっていいことなんですかねとかですね、これですごくいい質問で、まあ、基本的には晩熟の方がいいよっていうところの答えになるので、まあ、晩熟の方がいいよというふうに皆さんも覚えておいてください。でその早熟や晩熟の目安になってくるのが、まあ、声変わりとか、まあ、女の子であればお胸が膨らんでくる時期とか、ね、そういったところになりますので、ぜひそういったところを参考にしてお子様の、ね、子育てにお役立てください。次、両親の早熟晩熟子供に遺伝しますかとかですね、これは、まあ、比較的遺伝する可能性があるでしょうって説明でいいと思います。まあ、例えばなんですけど、いわゆるお兄ちゃんが早熟だった場合、結構弟も早熟っていうケースがあったりとか、まあ、本当に成長シートですね、全く同じような成長の仕方をしているとか、そういったパターンも多いですので、まあ、そういったところから見ると、まあ、遺伝する可能性はあるでしょう。ただし一方で、まあ、100% 遺伝するかというふうに言われれば 100% ではないですので、まあ、そこね、まあ、早熟だからと諦めないで、まあね、晩熟になるように少し調節してあげるとか、そういったこともできなくないですので、まあ、そういったところを含めてご理解いただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあね、こんな感じで Q&A も、ね、たくさん答えてますので、まあ、ぜひそういったところもご参考ください。ということで、そのままね、第2章ということで、第2章は、ね、身長はまず食事で伸ばすということで、こちらの方に書いてありますね。ですね、メソッド1から12ということで、身長によって最も重要な生活習慣というふうに言われれば、私はおそらく食事なんじゃないかなというふうに思います。その他はというふうに言われれば、食事と運動と睡眠になりますね。まあね、3つはね、コーツつけるっていうのはあんまり好きじゃない。正直言うと、その3つのバランスだから、まあ、どれしかやらなくていいよってことないんだけども、だけど、まあ、唯一、まあ、一番ですよね、まあ、選択肢の多いっていう表現かな。そういった意味だと、やっぱ食事になってくるかなというふうに思います。例えばですね、食事、1日皆さん、まあ、仮に3回食べるとします。それで、まあ、18歳とか20歳まで行くと、実際何回食事食べるでしょうかってことで、これ過去に計算したんですが、これ2万食ぐらいあるそうですね、ってことで、2万回もですね、食事って食べる選択があるので、やっぱりそれによって大きく変わるよねっていうところは皆さんもご理解いただけると思います。例えばなんですけども、江戸時代の平均身長ということで、江戸時代ってですね、男性がですね、155センチから156センチ、女性143から145センチっていうところで、今からですね、比べて15センチが低いんですね。そこからですね、まあ、江戸時代から今までね、こう15センチ逆に伸びたというのは、まあ、何かというふうにやれば、一般的にやっぱり圧倒的に栄養の改善だと思いますので、まあ、その栄養をしっかり改善していくっていうところが大事になっています。まあ、いつもお伝えしている通りにはなるんですけども、やっぱり重要なのはタンパク質ですよとかですね、タンパク質はどういうふうに食べるべきなのかとか、あと逆に食べない方がいいってことですね。まあ、そういった物質だったり、物質というか食べ物だったりだとか、あとね、卵を食べた方がいいのかとか、まあ、あといわゆる牛乳ですよね。牛乳がいいのかどうかとか、あとは取るべき食材ですね。そういったところもしっかり書いてますので、まあ、そういったのも、ね、これぜひ見ていただくと、一気にね、食べるべき食材、食べてはいけない食材がね、分かりますので、まあ、こういったのぜひね、ご参考いただけるといいと思います。そして第3章ということで、寝る子はよく育つということで、まあ、睡眠のね、メソッドについてお話しさせていただいてます。同様に第4章ですね、運動ということで、まあ、運動についてどういうふうにすればいいかとか、そういったことが記載してありますので、まあ、これを一冊読むだけですね、食事と運動と睡眠がどのようにするべきなのか、そして身長をどうやって伸ばすのかということが全部わかりますので、まあ、この本ね、ぜひ見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、今日はね、こんな感じかなというところなんですけど、まあ、今回ですね、まあ、2月の22日ですね、KADOKAWAの方からですね、1万5000人のデータに基づいたすごい身長伸ばし方をですね、こちらの方ね、出版させていただきます。最終身長ね、知りたい人はね、コメント欄にですね、こちらの本を予約したというだけで、最終身長予測できる、ね、企画もこの前の動画ぐらいかな、に上がってますので、そういったところを応募いただくと、出版するまでは答えていきますので、ぜひね、まあ、そちらの方ね、企画の方を参加してください。あと、インスタグラムのね、ストーリーの方でもね、皆さんの質問に答えてますので、インスタグラムの場合は、DM の方にですね、スクショで予約した画面と、質問事項を送っていただければ、私個別に答えてますので、そういったのもぜひ活用ください。それですね、今後もですね、全身全霊で身長に関する配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。